競馬ブック G1 トークをご覧の皆さん、こんにちは。今週は5月19日日曜日に行われる3歳牝馬限定の G1 レースオークスについて、山田則子トラックマンと、レース展望を聞きたいと思います。進行はシステム開発部の東海林がお送りします。では早速ですが、オークスの予想から教えてください。まあ、オークスすごい難しいね。難しい。本当にいつもオークスの前は多分真っ白になっちゃうんだけど、やっぱ2400メートルが本当どれがこなして、どれがこなさないかっていうのは本当毎年すっごそういです悩むね。ね。初めての距離ですもんね、牝馬にとっては。そうです。それで、やっぱ今まででもね、距離長いなと思ってた馬がまあ楽勝したりするケースもあるし、やっぱり距離長かったなっていう負け方もする、ね、ケースもあるし、強い馬でも本当そこが一番難しくて悩みどころなので、まあ、今回特にすごい悩みましたね。悩みますね。で、で、悩んだっすね。私はレッドオーバルにしたんだけど、最終的に決め手となったのは、ポテンシャルの高さというか、やっぱり、クラシック勝つ馬って、クラシック行くまでにどっかこう、ゾクッとする勝ち方することが、オス馬もメス馬もあると思うんだけれども、このレッドオーバルっていうのは、やっぱ未勝利勝った時と、高馬エース勝った時のもう末脚。まあね、ずっと上がり3ハロン、最速メンバー最速の足使ってるんだけど、中でもあの2戦の足は本当にやっぱり G1 級っていう感じがしたんで、で、それがね、私は、桜花賞の時の前に具合がいいと自分で思ったら桜花賞で本命打ったんだけど、桜花賞の前とチューリップ賞の前、チューリップ賞の前特にね、私の中ではすごくよく見えなかったんですよ。で、チューリップ賞の時に、本命差し替え出したぐらい、そうだったんですか？差し替え出してやめたぐらいで、やっぱり体細く見えたし、さばきもすごい硬く見えたし、ちょっと寒かった、まだ3月だけ寒かったから、そういうとこすごいあったんで、それでチューリップ賞、まあ、そこらに来てたからびっくりして、で、桜花賞の時もそこからの立て直し、どんだけ立て直すかなって結構心配してたんで、あんまり大きい印打てなくて、実際馬券も買えなかったんだけど、あの気配であそこまで走ったから、力そう、が。やっぱりあるなってすごい思って、で、この馬のすごいとこは、やっぱ体減ってる時でも極端にね、攻めは手控えてこないっていうか、結構攻めの姿勢でずっと調教してる感じで、で、今回も初めて最小級のコースでやってきたりとか、あんまり馬体重を気にしてないっていうかね、多分そんなに増えてないとしても結構筋肉ついた感じでかっこいいというか、こう馬シャープ体な、見てもしますね。だからその攻めの姿勢とポテンシャルの高さと、まあ本当は 2400m かどうか分からんけれども、ね、その辺はね、そうなんですよね。で、ちょっと私の不安点が、前走の桜花賞なんですけど、最後に今あゆさんですね、差し替えされた点からもちょっと距離延長が不安かなと思うんでそうすね、よそういう結構ね。見方、まあ、完全に出てから完全刺されてるから、ただ、あの時に私の中ではすごく具合がいいと自分で思ってて、あの結果やったら思ったけど、やっぱりあの姿は本物じゃないって自分の中で思ってるんで、桜花賞の時よ桜花賞りの今方が。回のがいいって絶対思ってるんで、そのなるほ辺ど。で、まあどうかなで、しかと。も今回内枠最内なんで、今まで大外ばっかりで大外一騎っていそううだよレースね、だっイたんメージがで、ね。今回展開もちょっと向くのかなっていう感じもしますよね、ね。今まで外回ってきたけど、決してそういう、まあ、足をためるレースをしたことがいいのは間違いないと思うんだけど、その馬群割れないとかそういうのではないと思うんで、足をためやすいっていう意味ではこの枠はすごい良かったかなと思いますね。じゃあ次は対抗の馬対は。抗あゆさんなんですけど、あゆさんはやっぱりね、この間ゲート J でお話しさせてもらった時も言っそうたでと、すね。チューリップ賞から桜花賞行く間にすごく良くなったイメージがあったんで、当日体も絞れてて、全然細くない感じで最高の状態やったと思うから、よかったと思うね。そうです。チ強ューかっリッた。プ賞から桜花賞マイナス12キロまで絞ってきて、で、結構次じゃその反動があるんじゃないかなってちょっと思うんですけど、反そうい動うこが、とではいや、ない。反動があるというよりは、なんていうかな、あの時がすごい良かったっていうイメージなんで、もう絶好調。そっからさらにいいかなと思うとどうかなっていうのはちょっとあって。で、私の中であって、で、左回りの方が走り方がいいとかはいろいろあるんだけれども、そのポテンシャルの高さとか、まあその辺はあるんだけれども、やっぱりもともとね、今は大丈夫としてもちょっと腰が、ね、ちょっと弱いところがあるっていう話だったので、そうですか。それが昔よりいいとしても、やっぱり疲れはないことはないかもしれないですよね。そうです今は大丈夫だとしても、やっぱり
ちょっと心配はまだ、うん、なんかこの間が良かっただけに、そこからのプラスすごくいいかなって言ったら、そうどうなのかなっていうのはちょっと思ったんで、ただね、左回りがの方が走りがいいとか、いいね、そういうのはあるんで、大きくは下げなかったんですけど、気持ちはレッドオーバル逆転の気持ちで打ってます。なるほど、はい、まあ同じぐらいというか、まあまあまあ、それぐらいで、はいはいはい、じゃ次に、黒三角、そうプリンセスジャックなんだけど、こ結構な、そうこの間人気なかったんけど ね、 ね、14番人気で、まあ、この馬はねずっと思ってたんが、やっぱりお母さんがゴールデンジャックで、はいはい、まあ、オークス2着してる馬なんだけど、結構晩成で、兄弟もお兄ちゃんたちも結構年重ねて強くなった馬がいるので、早い段階から活躍してたけど、まだまだずっとどんどん良くなるんじゃないかなと思って見てたんだけど、なるほど、そう、それでやっぱ桜花賞走ったんだけど、その前に、結構前に行って伸びきれないレースをしてたけど、桜花賞の時下げて最後伸びてくるっていうレースをしてて、あのね、一瞬の切れ味ではやっぱりディープインパクト3区の2頭の前の2頭には全然身を取ってたんだけど、じわ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 という伸びるレースだったので、これがねやっぱりこう耐久性になった時に面白いんじゃないかなと思って打ちました。でなんかこの間桜花賞の時になんか結構選挙の前で選挙カーをうるさくて待遇が悪くなったっていう話を聞いたんで、あのコメントのうちの載ってたん で、 そ、 うですか、それを思ったら今すごいその時に比べたら体も良くなってるみたいなことを言ってあったんで、書いてあったんで、週刊競馬福井という、まあ、なのでそういうのもプラスアルファあるんかなと思って、だからスローで一瞬の切れ味勝負になったら多分難しいと思うんだけど、例えば何かがこう引っ張ってこうじわじわと置いてディープインパクト3区が、ね、あのピュッて切れる足が使えない展開になった時に面白いかなとちょっと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。であとなんですけど、うん、どう、トカリさん気になるとこ言ってください。そう、なんかいろいろトカリさんも馬券好きなんではい、ちょっと馬券好きなんでいろいろ今回やっぱり当初言ったようにアナトーンやろ。でもそうです、割とアナトーンでで、まあ、本命ももちろん買いますけど、はい、もちろん穴から行く派です。はい、エリンコート取ってます。あ、はい、おととしのエリンコート取ってます、はいはい、すいません、はい、で、私が気になるのは、うん、当選ソレイユなんですけど、まあ、今回ちょっと大外枠18番なんですけど、まあ、前走が桜花賞で出遅れて、はい、うん、で、まあ、届かずっていう競馬だったんで、でまあ、今回、まあ、出遅れず、うん、まあ、外枠なんですけど、うんうん、スムーズに、うん、まあ、インぴったり後ろ走っていけば、うんうんうん、届くんじゃないかなっていう見方をしてるので、どうでしょうか。いや、エルフィンステークスがすごい切れ味だったから、本当にあれは私も瞬間移動みたいな切れ味と思ってたんで、やっぱりさすがだと思ったから、はい、今回人気下げすぎっていうところは確かにあると思うんですけど、ね、そうですよね、この間はやっぱりちょっと体減ってるのを心配しての調教だったみたいなんで、うん、今回はその風中身の濃い調教してるみたいですね、うん、ただそうそう、ただね、すごい鍛えられてたくましくなってるかって言ったらまだそこまでない気もするんだけど、まあ、ポテンシャルはでもすごい高いから、まあ人気が下がった分、はい、お買い得の馬券ではあるかもしれない、はい、3連服で抑えときたいっていう感じです。じゃあともう一頭いいですか、うん、あのローブディサージュ、キューバのローブディサージュ、またこれコソパイとここれも、うん、まあ、桜花賞の時に、うんうんうん、すみません、ローブディサージュから買ってたと思うんですけど、うんうんうん、レース見てどうでした。やっぱこのジュベナイルフィリーズで、まあ、1着2歳チャンピオンなんですけど、徐々にこう走っていって、うん、で、まあ届かなかった、だから競り合いで負けたみたいなイメージが強くて、で距離が伸びたら、はい、あ、なるほど、それもまた、うんうん、そんなに競り合わず、うんうん、自分のペースで走れたら、うんうん、いけるんじゃないかなと思うんですけど、これもでも人気下げてるよね本当に。前回がね436キロってこれ最低体重だったんで、そうですね、だから下げてますね、そうそうそう、増えてた方がいいと思うし、実際この中間のが前回の中間よりだいぶ私も見てていいと思うから、はい、あ、中間いいですか、うん、この間より全然いいと思う、そう思うので怖いですけど、これみんな印届かないとこじゃないの、岩田さんやし岩田騎手も怖いですね、そうですよね、うん、そう、印が薄いんでちょっと配当妙味あるかな、ありそうな感じはするね、まあ、折り合って運べたらっていうところでしょうね、はい、黒船サプライズはどうなんだろう、でも血統の水野さんが押してはるで、あ、本当ですちょっとあの当日場に、はい、あの水野さんの血統からオスがあるのでちょっと見ていただきたいんですけど、黒船サプライズだ16万、まあ、
黒船サプライズはやっぱり折り合いですね。やっぱり、やっぱり調教からやっぱりこう力みがちな感じなので、でなんかね、周りに馬がいると余計折り合いかかってしまう、行きたがってしまうとこがあるみたいなんで、はい、むしろオークスの方が距離が長かったらこう周りに馬がいない状態で走れたらいいかなと思うんですけど、結構それみんな思ってるじゃんね、黒船サプライズ行くかもって思って、武豊さんが行くかもって思うと、逃げたら怖いって思いますね。逃げたら怖いって思ってるからみんなが、うん、そういう意味では逆にマーク厳しくなっちゃうかなって思うので、その辺かな。ただフォームなんかは結構飛び大きいし、おそらく血統的にも大丈夫そうだし、気持ちだけかなと思うよね。まあ、でもそうですね、うん、外枠入ってる分だけ気分よく走って競り合わず、そうだから阪神ジュベナルフィリーズハイペースで粘ってるように、心配機能は絶対高いはずですから、その辺かな。ただこう直線長いから何段も何段も加速してのこう追い比べになったら、追ってそんなにこうピュッと切れらしない感じするから、こうある程度行ってこうどこまで頑張れるかなっていうのだったら想像がつく感じは私はしますけどね。まあ、2400逃げ切れるかってまたちょっとね、そうね、まあやっぱ、まあ、注目されてのものだから ね、 そうですね、一応まだ、うん、まあ、あとスイートサルサぐらいかな、ちょっと穴で買いたいのはスイートサルサ、うん、東京でこう、はい、ババが良かったらいいな。あ、ババ微妙だもんね。そう、ちょっと雨予報っていうか、まあ、やや重ぐらいの想定にはなってますけど ね、 ね、はい、まあ、ね、そういう感じで私はじゃあレッドオーバルすごい悩んだけど、はい、今はレッドオーバル買おうと思います。プリンセスジャックも、プリンセスジャックも。じゃあ馬券はどのようにいきますか。そうですね、レッドオーバル、はい、まあ、当日本当最後までね、あのババとね、パドックの気配と馬体重絶対見た方がいいと思うんで、はい、そこで本当に真剣にあの種類という、うん、お金の配分決めますが、今の段階ではレッドオーバル、はい、プリンセスジャックあたりがやっぱりこう自分の中のこう解体候補、解体候補、うん、で愛さんは、まあ、当日の気配次第だけど、まあ、相手に入れるか入れないか候補、まあ、相手にどのぐらいの、なるほど、比率にしようかなっていう方法と考えてます。分かりました。はい、で東海林さんは商品開発もしてまして、はい、ね、パソコンサイトの競馬ブックウェブとか、スマートフォンアプリの競馬ブックスマートの新商品を考えたり、まあ企画などもしていますので、ぜひご活用ください。では本日はオークスどうもありがとうございました。ありがとうございました。